株式会社画一は133年続いている歴史があるという会社なんですけど、時代に合ったこと、社会が求めていること、これをやり続ける結果、まあ、最近ですと太陽光の事業がありましたし、その事業をもとに今度は、まあ、アクアソリューションという事業を展開しています。うちはですね、いわゆるシステム化が遅れまして、ファックスとか電話とかそういうものが主のツールでした。まあ、数年前に iPhone を全員社員に配って、クラウドをどんどんサービスを使おうという中に、まあ、スラックさんが出てきて、それで共有化を図ろうと思ったのが、まあ、流れです。弊社は社員が基本的にモバイル端末しか持っていないので、モバイルでの使いやすさっていうのは一番あったと思います。写真も動画も上げやすいですし、投稿もしやすい。あとはリアクションっていう機能があるので、文字を打たなくてもどういう感情でこの投稿を見ましたよっていうのが言えるっていうところが一番使いやすかったんじゃないかなと思います。あとはある社員がお客さんのところでこういうことが起こってしまった、どうしたらいいかっていう質問を投げた時に、全国各地にいる営業マンが自分たちの場合はこうしたよとか、ここの場合はこうすればいいよっていう、もう全ての知恵が、まあ、そこに一気集中した瞬間がっていうのがあって、まあ、それは電話やメールだってありえないことなので、そういうところは一番大きな利点なんじゃないかなと思います。スラックの良さはやっぱり共有できることだと思います。それからスピードだと思います。常に意見はし合うので、いつでもどこでも会議ができるような状況があると思いますね。まあ4倍が意思決定の速さですね。全社通達もマスラックのインフォのチャンネルで一気に流してしまいますし、ファックス業務っていうものがスラックに置き換わった例っていうのはかなりあって、そこはすごく効率化できているかなと思います。社長のつぶやきっていう、まあ、チャンネルを作ったんですが、メッセージ性の高いものを打ちました。ほぼ社員の7割ぐらいが書いてくれるんですね。みんな何か共感して会社に自分の考えを伝えたいということが、まあ、起こったチャンネルですね。社員に対して直接対話ができるっていう、そこはすごかったです。上も下もなくなるプラットフォームです。横も関係なく時間も空間もなくなるっていう、隣の人が何やってるか分かるっていうのは、全国各地に拠点は散らばっていますけれども、同じ階の同じオフィスで仕事をしているような感覚っていうものが生み出せていると思うので、社員の距離は近くなったと思います。まあ、日本は実は高齢化が進んでて、自給率っていうのは非常に低い状況です。日本の農業を元気にすると日本が元気になると思ってます。柳沢直樹と言います。イチゴを作って一年中栽培出荷をしております。画一さんで水に酸素のイオンを溶かし込んで、それを植物に与えるとどういうふうに生育するかっていうナノバブル発生装置があるんですけれども、その試験を僕のところのハウスで、やろうということでやっております。まあ、その一環として農家さんを、スラックに招待して、まあ、農家さん同士のコミュニケーションが生まれないかっていうことを模索しています。まあ、スラック導入してまだ1年しか経ってないんですけど、この情報ツールというのがいかに組織を変革し我々のマインドを変えるかというのはすごい体験しました。ありとあらゆるものプラットフォーム入り口になって、そこにあったものを逆に業務設計してくる、まあ、そういう時代が来ると思うんですよ。そのぐらい優れたツールです。